どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX 相場解説なんですけども、週が変わりましたんでね、また1週間足を見ながらの解説になります。そして FX オリガルヒをご参加中の皆様には、やっぱオリガルヒでしか積み上げてない、まあ、情報や解釈もありますので、ちょっと別の動画を作ることになりますね。よろしくお願いします。で、今日の動きなんですけども、やっぱりね、週末に来週を解説することと、実際に月曜日になって解説することと若干変わってきます。それはですね、やっぱり時間が経つと、あ、そうだな、違うなっていうところも見えてきたりとかするところもあるし、やっぱりね、気持ち大きく変わりますね。だからこの気持ちに左右されるところをどんどんね、なくしていくためにも、週末の予想と週が明けてからの予想がどこが違うのかなってことを自分で検証することも非常に大事になってきますので、こういうふうにね、月曜日の朝にも解説を引き続きさせていただきます。それではこちらをどうぞ。まずは週足なんですけども、ロウソク足の一本一本が1週間になります。でね、今新しいこのちっちゃいですけどもね、ロウソク足ができつつあるでしょ。それから1本前のロウソク足ありますよね。これ下に大きなヒゲ出してるじゃないですか。つまりは下に下がる材料は全部ね、急上昇で打ち消されて、もうこれね、売り材料はなくなったと見るといいと思います。それがこの形でのこの相場の見方になりますね。売り材料はなくなったってことですよ。まあ主にはファンダメンタルだったんですけども、売り材料がなくなったということで、この N 字ってのがさらに強化されて上に向かうというふうな一つの根拠になります。移動平均線をちょっとね、補足的に見てみますと、すごい角度で上に上がってきてるでしょ。この形って今までも何回も出ましたよね。ぐーっと鯉の滝登りのように本当に垂直に上に伸びていきます。これって大体 N 字を作った後によく起きるんですよ。じゃあ次の動画です。日足ですね。1本が1日です。というところで、売り材料がなくなったことがこの2つの陰線で確認することができます。あとはね、これ、相場が空き始めたら上に上るばっかりかなと思いますので、とりあえずね、月曜日様子は見るんですけども、見つつ買いで入ろうと思います。135円の440を突破したらこれ買いですね。まあでもその前に買いに入るかな。それをちょっとね、4時間1時間で見ていきますね。じゃあ4時間です。この V の字になったところもう解説よろしいですかね。一応こういう風な線を無言で引いておきます。で、こういう風にしておきますね。私がね、思うのはね、一つはここだな、やっぱりな。どんなに遅くても135円の520のこの切り板を超えたあたりでは買いに入りましょうね。これをぼんやり言っておきます。で、1時間を見ていきます。もう買いに入る以外私は考えられないなと思いますね、これを見ても、はい、135円の560か。まあここまで待たなくてもいいような気がするな。あの、心の叫びを聞いてもらっていいですか。もうすぐにバイでエントリーしようかと思いますね。心の叫びが。あの、それはね、私がね、上級者だからですよ。ここでエントリーしてもリスクが十分取れるんで、根っこから狙いますね。初心者の方とか資金の状態の悪い方はここでエントリーするのがいいと思います。仮にこれがこう伸びずに下に落ちちゃった場合は、私はロスカットを受け入れられますけども、初心者や資金のない方がこの幅のロスカットは受け入れられないと思いますんでね。まあそれだけ下に向かう可能性が低いってことなんですよ。ただ可能性が低いっていうだけで大いにありますからね。だから買いに走る人が多いかなと思ったらね、それよりも強い勢力の売りが全部を刈り取っていくってことありますからね。はい、では大きな動き、ファンダメンタルズのあった後ですから、小さな時間軸っていうのはあんまり影響を及ぼしませんので見ることはありません。これからですね、値動きが小さくなってくると、小さな時間軸っていうのも5分とか1分っていうのも大事になってきますので、そちらの方は FX のオリガルヒので解説させてもらいます。じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。